リシュボラントだから隠れるならこっちですの。これも暗号みたいだぞ。声は右の家の後ろからだ。こっちこっち。さあもう逃げる必要はありませんわ。さっきオイラたちを呼んだのはお前か。でもこの場所って本当に安全なのか？本当に逃げなくて大丈夫なのか？ドリーさん、この方々はハッラの身を買いに来たお客さんでさ、人はもう案内したんで俺は先に失礼しやす。ええ、お疲れお疲れですわ。おい、なんだって？お前がドリーなのか？てっきり恐ろしい姉ちゃんが出てくるのかと思ってたぞ。あらあら、この頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの？私は怖いお姉さんではありませんのね。もうあなたとは商売できなくて結構ですわ。でもあなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。あれあれ、命知らずの輩ではなくとも人目をはばかるようなこともたくさんしてきたんでしょう。オイラたちを褒めたのか？なんだかあまり嬉しくないけど。モラを持っていても2、3歩走っただけで息切れするような輩はマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちのような善良な市民まで巻き添えにする。そうでしょう。だからあなたたちみたいなお客様は歓迎しますわ。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは伺いませんわ。たとえお客様が缶詰知識を家の柱に飾るとおっしゃっても全然気にしませんの。あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り、私たちは友達ですわ。いいですわよ。お好きなようにお選びくださいまし。よいしょ。わあ、こいつすごい量の缶詰知識を持ってるぞ。この数だとマハマトラに捕まったらきっとやばいよな。いかがです？お客様はどんなものが欲しいのかしら。私はお客様が商品を買う理由には興味がありませんが、おすすめはできましてよ。これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学、イデオロギーと弁証法的分析、全テイワートで研究している方はわずか3人。激レアとも言えますわ。特別価格35万モラでいかがかしら。こんな変わった知識が欲しい人なんか本当にいるのか？あるいはこの魔人戦争初期のテイワット各国の建築様式と建築工法もなかなかいいですわね。これさえあれば古い建築物の修復名人になれますわ。どの国に行っても給料がとっても高い仕事につけましてよ。これなら少し役に立ちそうだ。こっちは200万モラ。値段交渉はしませんわ。うわ、高っ。もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。内容と値段は缶詰知識の下に小文字で書いてありますわ。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。これくらいにしとこうぜ。おやおや、お客様たちは物を見る目が優れている上に太っ腹で本当に百歳、いや千載一遇のお友達ですわ。お二人ともあと10万モラほどいただければ100万モラに値する缶詰知識を1個自由にお選びいただいてもいいですわよ。なんだと？おいおい、聞いたか？あと10万もら払えば
100万村相当の好きな缶詰知識を手に入れられるってことだぞ。でも今オイラたちが買った缶詰知識はどれも50万村以上したんだ。もうちょっとモラを払えば100万するやつが買えるんだぜ。お得だろ。それによく考えてみろよ。オイラたちが苦労して大きなリスクを負って買ったこの缶詰知識たちはみんなアルハイゼンのものだ。缶詰知識があれば人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいものお前は気にならないのか？自分で試してみたくないのか？いいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買おうぜ。マスター、10万払うぞ。それではお二人ともこちらの缶詰知識の中から一つお選びくださいまし。待てよ、自由に選べるんじゃないのか？なんでそっちのやつは選べないんだ？あらあら、お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万もらに値するものですわ。お二人さんの実力ならきっとお気に召すものを選んでいただけますから、ごゆっくりご覧くださいまし。なんだか良くない予感がするぞ。検査資格を使ってもう一回見てみるか。どうだ？それってつまりこいつらの価値はほとんど同じってことなのか？モラを使ったからにはお前の役に立つようなものを探してみようぜ。どれどれ？スメール伝統醸造入門、香料栽培技術、古代不問外説。え？これ見ろよ、片手剣の戦闘技術8。前の7つがどこにあるかはわからないけど、これは役に立ちそうだぜ。これにしようぜ。マスター、オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れますから、またお越しくださいまし。それに缶詰知識以外にも欲しいものがあれば、本店は最善を尽くしてお客様のニーズにお答えしますの。ベリーとの取引は順調だったな。次はイカラ大将宿のアルハイゼンのところへ会いに行こうぜ。これで強霊院がなくしたものが何か教えてくれるはずだよな。モラモラ、キラキラとしたモララ。あら、お二人とも何か必要なものがあればいつでもお越しくださいましね。あら、こっちですわよ。お客様たち、またまた早くもお会いしましたわね。今回はどういったご用件で？缶詰知識であろうが何であろうが、ポケットにモラががっぽり入るならどんなものでも差し上げてみせますわよ。ドリーは、オイラたちが欲しいものなら何でも用意できるのか？あらあら、その言い方、缶詰知識ではもう満足できないようですのね。何が欲しいのかしら、お聞かせ願いますわ。さすが、あなたたちのような気前のいいお客様は普通の缶詰知識なんてアウトオブ缶中なのですのね。ただその情報は決して安くはないですの。何しろ取引現場に忍び込むのはとても大変でしたのよ。それに情報を漏らしたのが私だと知られれば人に狙われますわ。でもお前の情報が本当だってどうやって証明するんだよ。しかもなんでちょうどその情報を持ってるんだ？私にとって市場に流通している価値のあるものは全てが
た商品なんですの。商売をするためにはお宝たちの状況を常に把握する必要があるのですわ。それに情報の信憑性についてはなおさら心配無用ですの。取引の瞬間を写真機に収めましたから、ごまかしは通用しませんわ。さすがお客様、毎度ありがとうございます。代金は確かにいただきましたわ。では耳を澄まして聞いてくださいまし。神の缶詰知識は昨日アフマルの目の棟梁であるミズリさんによって確保されましたわ。アフマルの目？あのスカーレットキングを信奉するエルマイト旅団か？ほら、お客様もよくご存知ですのね。アフマルの目は神の缶詰知識にスカーレットキングの力が宿っていると信じてますので、そのために全力を尽くしているのですわ。さすがは神の缶詰知識。今まで見たことのないような真っ赤な輝きを放っていましてよ。私が撮った写真にも神の缶詰知識がはっきりと写っていますわ。情報ありがとな、ドリー。いいんですの。お二人のように知識の豊富なお客様がいてくださるなんて、昨日の苦労は無駄ではなかったんですのね。今後も何かあればいつでもお越しくださいまし。神の缶詰知識の情報を手に入れたぞ。まさか本当にアフマルの目の手に渡っちゃうなんてな。早くアルハイゼンのところに戻ろうぜ。今度会う時も友情の証を持ってくるのを忘れないでくださいましね。その思い、黄金の友情を。